自民党安倍派の5人衆の1人で、前参院幹事長の世耕弘成氏の政治団体が、派閥からキックバックされたパーティー券収入で贈答品を購入していた問題が波紋を広げている。派閥から還流された金の支出先にたびたび登場する、老舗洋菓子店の高級クッキーを、地元支援者に送っていた。世耕氏は会食後の一部負担と違法性を否定するが、法律で禁じる有権者への寄付に当たらないのか。自民党派閥の裏金作り発覚のきっかけとなる刑事告発をした、神戸学院大の上脇博史教授に聞いてみた。クッキーを送ったが、会食費の一部負担だから寄付には当たらないという世耕氏の主張に、上脇氏は開口一番こう訴えた。上脇氏が指摘する疑惑とは、世耕氏が高級クッキーを地元の有権者に送っていたという問題だ。この有権者の男性は、自身のブログで2023年11月頃に都内で世耕氏と会食後、銀座のクラブで世耕さんからもらったクッキー缶をホステスに振る舞ったと綴った。